あ、すいません、遅くなっちゃって。遅いな、高橋。すいません、遅くなっちゃって。あ、いい。あれ何してたの？いや、なんか買い物してたの？すいません、ちょっとあの、久々の期間でデパートの。バカか、お前。すいません。今日めっちゃ大事な日なんだよ。安かったんですよ。安いとかじゃねえよ。俺の、ほら、今日、はい、来る日だから、今日。あ、ついに来るんです。ついに来る日だから。これ結構、あれ？わかんないですけど、結構、あ、でも、今日来るんですよね。今日来ますよね。だって、普通アーティストってさ、はい、あの作曲期間1ヶ月ぐらいつけるじゃん。はいはいはい、はい。それが今日だからさ。じゃあ、秋久さん、今日回ってください。リュウゴロ秋久さん。あ、名字何でしたっけ？田中だよ。田中ですよ。すいません。今日は降りてきそうですか？名曲、ね、なんかいつもあの公園にいるとたまに来るんだよ、髪。やっと来た。おお、うん、ちょっと聞いていいですか？Send the power Send the power Send the powerOh, oh, oh. 今はまだ途中なんだけど、めっちゃいいっすね。いいだろ。そう、結構来てんだよ今日。完全に今日なんだよね。自然のパワー、自然のパワー。Oh, oh, 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 oh. くそ！くそ！曲浮かばねえんだよ。ダメだ。ダメだわ今日。ちょっと乗らねえ。ちょっと乗らない。やっぱダメですか？なんかね、ちょっと、まあでもちょっと。でもここおしるこないっすよ。おしるこね、あ、おしるこないの？マジかよ。ダメだわ今日。ダメですか？うん、ダメだな。ちょっとまだダメだわ。ダメですか？まだ来ない。秋久さん。いや、秋久さん。すいません。リュウゴロ、どこ行くんですか？歌舞伎町かな。あ、人混みに逆にまみれようかな。なるほど。だよね。エネルギー来たね。明日は、あの、完璧か。あの下で撮ろうぜ。はい。秋久さんが、あの、あ、すみません。リュウゴロ秋久。あ、はい。あの曲ひらめく瞬間ってどういう時なんですか？なんか、ドソラみたいな、なんていうかこう、なんか降ってくるんだよね。はい、あ、感情？感情と音が俺連動してるんだよ。へぇ、はい、感情が高ぶった時、東京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 オリンピック、イエーイ東京東京、イエーイ、ありがとう。 Thank you。 いや、Thank you。 来てます。なんかね、やっぱり異文化って大事だよね。あれ、秋さんどこ行った？どこ行った？なんか言わない。
秋下さん寝てる。何寝てるんですか。教えよ。おはようございます。今のはなんか曲作りと関係あったりとか、なんていうか無になる瞬間って大事だと思う。ああ。ちょっと教えすみません、気をつけます。まあちょっとね、多分ね落ちるってことは、はい、結構なんか興奮してるんだよ。ああ。ギターが興奮してるんですか。そう。わかんない、ちょっと。いや、ちょっと。あ、初めて聞いたんですけど。そう、やっぱり名前つけてるからさ。はい、なんて言うんですか。りょうこ。りょうこ。りょうこ。女なんですか。あ、そう、ギタリストって自分の。ワン、ツー、スリー、フォー。東京オリンピック。東京オリンピック。もう一回。東京オリンピック。イエーイ。カモン、東京。叫んでたちょっとさ、この前のあれ、はい、この前のラーメンを食べたやつ、大丈夫、食べます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、なんだよこれ。どうしたんですか。言ってよ。どうしたんですか。言ってよ。すみません。ダメだわ。どうしたんですか。めっちゃ来てたんだけど。はい。なんか波。はい。エネルギー来たんだけど。はい。完全に阻まれた。これ無理だろこれ。いやでも今日めっちゃ調子良かったんだよ。ああ、はい。なんか来てたんだけど。はい。言ってよ、そこ。すみません。アシスタントでしょ、そのダメ。すみません。どうしよう。なんか誰かにアドバイスもらえます。誰かって誰だよ。そこら辺の人。そこら辺。え、はい、やってみるか。どう。はい。お願いします。てかさ、はい、なんかそのインタビューでさ、曲書くって言ってもさ、はいはい、どういう風に聴いたらいいの、ね、曲思い浮かばなくてって。そんな言われてもって感じだけど、何が足んないんですか。え、何が足んないんですか。何が足んないっていうか、はい、エナジーなの、はい、曲作りに大事なの、はい、エナジー、エネルギー。あなたのそのエナジーの源を教えてくださいとか言ってもさ、ちょっと聞きづらくない、はい、なんかいい言葉ね、いい聞き方。幸せとかだったらみんな多分幸せ感じるよとかありますよ。バイブレーション。バイブレーション。それ。あ、それいいね。幸せのバイブレーション。バイブレーション。だから、まあそうするかじゃあ。あんたの幸せの瞬間を教えてください。あ、いいっすね。ああ。いいっすね。伝わってる。いや、わかります。あ、ほんとにわかる、わかる、大丈夫。エネルギーですもんね、それが。そう、エネルこれで、これは大丈夫ですか。うん、
あとでじゃあ、あのね、400円ぐらい返す。あ、わかりました。ロックンローラーって、あの、昔からさ、シガレット、重要。仕事後の一服。結構きそう。食べてるとき、寝てるとき。ですよ。ラン。失礼します。お待ち飲んでるとき。いえ。いえ。よく集まったね。はい。もうかけそうですか。70%。おお。寝るんですか。寝るっていうか寝かせる。寝かせる？ちょっと考えないでいいんですか。ちょっと寝かせるの必要。え、引かないでいいんですか。だからそういうのじゃない。そうじゃない。あとどっちか。なんかある。魂のあれ。曲名ってどんなになりそうですか。曲名は、まあ今のところ、はい、一番かなって思ってるのはスパーキングフィニッシュ。1年間やっぱりいいっすね、こんだけ頑張ってきて、はい、やっぱスパークするようにフィニッシュ飾る、はい、スパーキングフィニッシュかっこいいっす。1人1,300円。あ、1,300円。え、忘れてた。え、なんてお金っていう存在？存在。存在的に忘れてた。あ、じゃあ僕ら払っておくんで。僕ら払っておくんで。え、はい。大丈夫、出しておきます。本当に。はい。何食ってんすか。あ、じゃがいも。芋だよ。もやんのじゃがいもですか。だから言ったじゃん、4つ必要だって。あ、アルコホル、シガレット、タリー、じゃがいも。あ、最高だね、マジで。これ増える？これ1個。いや、俺ちょっと厳しい。無理だよ、はい、無理だろ。はい、無理っすね。やっぱりシンガーってさ、口でかくなきゃいけないから。あ、こういうの1つでも。こうやって結構噛むな。すごいっすね。すごい。こっち行っちゃった。あれ？あれ？で、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、ちょ、マジっすか？マジっすか？大丈夫ですか。めっちゃいきなり倒れましたよ。来た。マジですか。何が来たんですか。何が来た。来た。浮かんできた。え、どういうことですか。思いついたんですか。よっしゃ、行こう。マジですか。え、倒れた間何かあったんですか。なんかね、今日のあのさ、はい、あの駅前のおっさんいたじゃん。はいはい、インタビューした。そう、あいつがすげえ語りかけてきて。おお、はい。なんていうか、あのメロディーがすげえね、なんかスパークしたの。まさに、はい、もうフィッティング、はい、マッチング、はい、なんていうか、 お母さん大事にしろって。はい、うん、あ、じゃあそれで、うん、もう聞けるんですね。もう聞ける。あ、安心して。はい、ライブだよ。ライブ？うん、やっぱり、はい、シンガーの曲のライブだからさ。おお。完成した瞬間に聴いてもらわないと。おお。
の衣服がやけにしみる。ご飯食べてるとき、寝てるとき、ふとたまに感じる自然のパワー。近所の猫が喉鳴らす、どこか懐かしいおふくろの味。ライブお疲れ様です。お疲れ。どうでした？どうよ。バイブスが結構伝わってきました。来てるよね。はい。かなり伝わってきました。これだよね。感動しました本当に。これ見てくれこれだけの。めっちゃお客さんがよ。あれ？お客さん撮ってくれて。みんなもうかなりもう待ち焦がれた感じじゃないですか、ね。若干ちょっと疲れてますもんみんな。ちょっとねまあでもやっぱスーパースターと。はい。これぐらいのこう距離はやっぱ必要なんだよ、距離感が。いや本当ここに居合わせたことサプライスレスですよね。そうだろ。はい、いろいろ今まで1年いろいろあったけどさ、はい、最後やっぱりこうやっていい形で終われてよかったと思ってる。で最後になんか一言お願いします。 Thank you!